海道日本ハムファイターズ対東北楽天ゴールデンイーグルスのゲームです。まずはファイターズの先発、さあイーグルス打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。初球わずかに外れてボール、打ちました、高く上がった、さあどうだ、右中間破っていきました。バッターランナーは二塁到達、先頭バッターを出してしまいました。打ちました、流しました、三遊間抜ける、ホームに送球する、打ちました、高いバウンド、ショート前に来る、セカンド送球、二塁アウト、一塁はセーフ、ゲッツーは取れません。イーグルス1点を先制しました。アウトの間に得点、高め打ちました、ヒットになった。ゲッツーを狙うときはどういうリードをする、セカンドの右抜ける、いい当たり、抜けていった、セカンドランナーサードキャンバスを蹴った、サードランナーがホームに帰ってきました。セカンドランナーも今ホームイン、イーグルス追加点を挙げました、3対0。勝負球がフォークならばここで打ちました、ショート取った、一塁送球します、アウト、ツーアウト、高めのボール、このフライはヒットになりそうだ、ワンバウンドヒットになりました、サードランナーホームイン、打ちました、痛烈、これはセカンドライナー、イーグルス先手を取りました、5対0、イーグルス先制です。頑張れマリーンズ、インサイド打ちました、これはどうか、ワンバウンドヒットになりました、やはり低め低めということにな、初球打ちヒットになった、ツーアウト、高め打ちました、ワンバウンドヒットになりました、セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、三塁はセーフ、イーグルス1点追加します。打ちました、これはショートライナー、6対0、イーグルス大量リードしています。日本一、打った、これはどうか、右中間真ん中破りました、さあ2球目は何か、打った、センターに大きな打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて、イーグルス1点追加します、センターオーバーのタイムリーヒット、1点を追加しています、7対0。これから5回イーグルスの攻撃です。そしてファイターズはピッチャーが変わります。残念ながら日本ハムファイターズ敗れてしまいました。赤星さん、今日はなかなか帰り気をつけて帰ってください。さようなら。